お姉さん、お姉さんの一番大事なものをいただくべき。何かあ、泥棒あ、離して出しなよ、早く。泥棒、帰ろ。おお、すぐ。あ、あだだ、あだ。あった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 って、狙った通りだ。どれくらい入ってるだろうね。数えるのは後の楽しみよ。おい、担げ、吐く。え、担ぐの？こつんだ、吐きろ。おらしょ、やれ。波が片付けてくる。放り込むぜ。あ、いいか。音で聞こえねえんだよ。出たよ。5年間も飲まず食わずで貯めたお金返しておくれ。返して。執念不敬やった。
なんだい。兄貴なんだよバッキャロー、よく見てみろ、提灯じゃねえか。提灯じゃねえか。たんだよ、少しでも遠くへずらがろうと思って必死に逃げたんだよ。ところがどうなんだい、それあいだけ走っても俺たち同じ場所にいるじゃん。そうか、ゆうべおめえは鼻つままれても分からねえような真っ暗な林の中をむちゃくちゃに突っ走った。おめえはまっすぐ逃げてるつもりでも同じところをぐるぐると回ってたんだよ、きっと。女が見投げしたぞ。見投げした。まだ生きてるってよ。バカ言え、生きてるはずあるけ。お金を返しておくれ。お前さんたち知り合いかね。いや知らねえよ。そうですかい、よほど思い残すことがあるのか、海から這い上がって崖を押し登ってきたんですからね。ああ死んじまったよ。おい寺屋運だ、そっち持った。おいおいよおい判事待ち寄り、ひでえもんだい。おい待てよ、おい待てよ、おい、ハンジ。ハンジ。なんで？俺たち、ずいぶん来たな。ああ、三里ばかり駆け詰めだ。バカバカしい。変だよ、海の匂いがするんだよ、潮の風が吹いてるんだ。気のせいだよ、こんな山の中まで海の風が吹くわけねえじゃねえよ。でも気の小せえ野郎だな、その悪党面が泣くぜ。塩の匂い。兄貴、やっぱり気のせいじゃねえぜ。気のせいだよ。いらっしゃいませ。なんで驚くじゃねえか。
蛇、蛇が。蛇？バカ。あ、やだ。蛇が動いたように見えたんです。すいません。だってよ、女の手の跡が冷てえあざになって冷てえ感じはするんだよ。あざなんかねえじゃねえか、目開けろ。お、ない、ないや、なくなったら言ってくるじゃねえ、疑心暗鬼ってやつよ。お忙しいよ、バカみてえに。どう、兄貴、すまなかった。あれ、兄貴、どうしたんだい。冷てえな、背中まで濡れてやがる。おい、かむや、雨漏りするぞ。おい、かむや、雨だ。バカ野郎、ガキじゃあるめえし、いい加減にしろ。早く乗れ。おい、なんだよ、あのカゴは。なんだって、お連れさんですよ。それ、女の方の。ベラボメ、俺たち初めから二人でだよ、お前。女なんか連れちゃいねえ。冗談言っちゃいけませんよ。初めから女の方はね、一緒だったんですよ。兄貴、あの女だよ。ご一緒だったでしょうが。ふざけないでくださいよ。じゃあ何ですかい、女の方は幽霊だとでもおっしゃりたいんですかい。そうだよ。こんな真っ昼間から。兄貴、見ろ。どうりだよ。おお、あげてみろよ。早く死んじゃえな。さっさとあげろ。まだ飯食ってねえのか。だらしがねえ野郎だな。さあ、てめえの分け分だ。とっとと出ろ。消えてなくなれ。どうもてめえの面見てると陰気でかなねえ。てめえみてえなな、化け物付きと一緒の旅はもうまっぺらだで。いいか、これからは赤の他人だよ。赤の他人だなんて、兄貴、そんなこと言っていいのかい。奉行所に訴え出てもいいんだぜ。あいつを殺そうと言ったのは兄貴なんだよ。どうせ化けて出んなら兄貴に出りゃいいんだよ。よし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 、じゃあな、これからずっと一緒にいてやるよ。本当かい兄貴。ちょっと待て、あれが聞こえるか。ごめんください。誰だ。
なんだ女中さんか。お酒を持ってまいりました。おいおい、酒なんか頼んだ覚えはねえで。あら、向こうのお客さんに頼まれて。向こうの客？ええ、女のお客さんです。30ぐらいのお百姓風の。出た。しかし大丈夫。金を返しておくべ。何してやんで。あの女いるんだ。どこにいるんだよ。俺の背中におぶさってるんだよ。冷てえびっしょり濡れた体で抱きついてるんだよ。だらねえ、何も言いやしねえじゃねえ。いや、冷て凍りつきそうな体で俺に抱かさっているんだよ。返しておくれ。おいおいおい、どうしたんだよ。おいおい、びっしょりだな。よし、ああ、寝汗だよ。よし、見てるかな。いや、女の顔、手が俺の背中撫で回してるんだ。えい、また呼ぶとしてくれ。俺が悪かった。助けて。
では取り殺されてしまうぞ。お師匠さん、助けてください。お願いします。お師匠さん、助けてください。そなたもむごいことをしたもんじゃの。で、その旅の女子はどこの国のお人じゃった？それが分からねえんで、ただ前の宿でひどく海中を気にしているところから大金を持っているに違いないと目をつけ、道中待ち受けて、殺めたのでございます。そなたの罪は未来永劫に消えようとは思えぬ。はい。しかし、いかに悪人といえども苦しむのを見てて打ち捨てておくこともできぬな。お願いでございます。あの世以来世を現れる亡霊に悩まれ一生をすることはできません。来る一人を待つばかりでございます。ではこの数珠を差し上げよう。首の痣が消えておる。御仏のお慈悲じゃ。生だ生だ生だ。はっ。ありがとうございます。ありがとうございます。
お嬢さん、お嬢さん。お嬢さん、怨念はこのように供養して死んでた。ありがとうございます。おかげさまでぐっすりと眠れました。こんな気持ちのいい朝は久しぶりでございます。仏様のお慈悲にすがり罪をあがなう。この気持ちを忘れてはなりませんぞ。なむんだ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 。お嬢さん、お嬢さん、お願いでございます。私をお坊さんにしてください。仏門に帰依したいというのか。はい。よかろう。仏様のお慈悲におすがりして罪をあがなうことじゃ。はい。よいか。くれぐれも言っておくが、その数珠を手放してはなりませんぞ。はい。私どもの主人でござりますが、ただいま儚かなくなりました。ここにお立ち寄りいただけたのも何かのご縁でござりましょう。どうぞ仏のためにお経を一つあげてやってください。私はまだ修行中の身なんです。いやいやいや、亡くなりましたものへの供養でござります。どうぞお願いいたします。姉さん、おぬい様。あなた様が私を呼び戻されたのですか。ええ、生き仏様じゃ。これみんな姿が、ありがたいことじゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。死の世界というのでしょうか。薄暗い道を一人とぼとぼ行きますと、後ろの方から誰かがしきりに私を呼ぶのです。何だろうと振り返ってみますと、それからよく覚えていないのです。ただ何かこの世でしなければならないことがあって、何かをするために私はこの世に生き返ってきたのです。そのことははっきりしております。では何をなさればよろしいんです。それがよく思い出せないのです。で、あの方はどうなされてます。は、当分ご逗留していただくつもりで手厚くもてなしております。なんと申しましても、お縫い様の命の恩人、
生き仏様でございますからな。のう吉兵衛殿。あ、何でございます。私はあの方のおそばにいなければなりませぬ。はい、そりゃもう。私はあの方と夫婦になりたい。お主様。私と夫婦になってはおかしいかい。 いえ、おかしくはございません。しかし、お主様、世間の人が。世間の人が笑うと言いたいのか。 いえいえ、その。しかし、先方様のご意向もございますことですし。あの方はきっと承知してくださいます。この私がお主様と夫婦に。お笑いくださいますな。たってのお主様のご希望で、恥を覚悟でお話ししてみたまでのことにございます。恥。いや、申し訳ございません。その代わりと申してはなんでございますが、まあ、この店ののれんに誓いまして、一生あなた様にご不自由な思いはおかけいたしません。なぜ恥じることがあるのですか。それはその、あのような美しいお方、婿殿はよりどい緑でございましょう。お主様がね、あの坊様と夫婦になられそうだぜ。へえ、信じられないね。世間体ってものがな。そうや。ちょっとちょっと、祝言はしないそうよ。どうしてかしら。だって世間体があるからよ。浅ましいですものね。あれだけ慣れていたのに。さあ、あちらへ参りましょう。お坊様。はい。なぜいつも数珠を持っていらっしゃるんです。何か事情でも。え、体から離さないと誓ったんです。そんなに大事なものなのですか。私がお願いしてもお話になりませんか。お姉さん、大丈夫ですか。泣いてください、泣いて。しなくから、お姉さん。お姉さん、
お縫い様の手は冷たい。ずいぶん冷たい手をしていらっしゃる。お姉さん、お姉さん、お金を返しておくれ。ごめんください。ただならぬ声がいたしましたが、いかがなさいました。お主様、78歳にして夫婦にもなられた。思い残すことなく成仏してくだされ。78歳、吉兵衛殿、今78歳と言われたか。お縫い様は私の叔母にあたるお方で、身を犠牲にして嫁ぐことなくこの店を切り盛りなされたお方。50年。お兄様はみずみずしい娘子に妖怪変化じゃ。若々しい娘子に見えた。嘘じゃない。確かに若々しいお方でった。そうでなければこんな老婆と夫婦に。まるで夢を見ているようじゃ。肩のあざどうなされた。傷だ。傷を切り取った。そうか、亡霊の仕業か。死者の体に乗り移り、額の力を借りて傷を取り取ったんだ。お待ちなさい。どこへ行きなさる。夫婦のお縫い様が亡くなられたばかりです。勝手な真似は許しません。ほっといてくれ。自分が足りんのだ。村行く。お手伝い離せ。静かにしてください。離せ。幽霊が出るんだ。ほっといてくれ。取り殺されてしまう。離せ。葬式が済むまでこの屋敷からは出しません。出してくれ。地図がねえと。悪魔が。冷てえ。
ほんなら連れてくれたてよ。なんだ嫌な天気だ。蒸し暑いのに寒気ます。壁を破って逃げようとしたんだな。なんだこれ。濡れてら。来週は岡崎五万石の家老不破劇が医者牧斎と共謀し、我が子千代丸を主君の座につけるべく陰謀を企む。それを知った家老磯貝もまた牧斎に殺されてしまう。形相すざまじく死んでゆく磯貝を娘月恵と猫の玉がじっと見守っていた。次週怪病美女屋敷にご期待ください。